地中に埋まった虹の下半分を餌にして生きるという不思議な虫がいる。虹虫レインボーイーターと呼ばれているその特殊な生き物を研究したある学者の、これは記録でありメモである。ご存知のように、虹虫はほんの数年前まで空想上の生き物だと思われていて、南米の古い伝説に竜を食べる虫と伝えられてるのが、おそらく世界で最も古い虹虫についての記述である。地中に埋まった虹を食べる際、虹虫は誰がどの色を食べるか役割が決まっていて、色などを識別する器官のないはずの彼らが、その色彩をどう区別しているのか、今もってそれは謎である。そもそも虹の光は、小さな町でロックマニアの老人が死んだ。遺族は彼の趣味をちっとも理解しなかった。膨大な資料は二束三文で売りに出されて、ロック T シャツは貧しい国へと送られる。 T シャツを積んだ船は行くけれど、嵐が襲いかかる。船長の判断でいくつかのコンテナが捨てられてゆく。貧しい国の子供たちに届くことも叶わない。ロック T シャツは知らない海へと沈んでゆく。ララ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 。ある寝苦しい夜、俺は外をふらついていた。すると海の方から美しい歌声が聞こえてくる。岩陰に隠れ声のする方を覗くと、そこには伝説の中の人魚が月に照らされていた。長く伸びた黒髪、青く宝石のような瞳、そしておへそあたりから徐々に魚の尻尾になっていく。絵本や伝説と違うのはたった一つだけ、彼女はなぜかレッド・ツェッペリンの T シャツを着ていた。いつの間にか彼女は海へ潜っていっちまった。たどり着いたのは世界の終わり、思っていたのと全然違う。立ち入り禁止のロープが張ってあって、向こうは暗くてなんかよく見えない。
ジエンドと書かれた看板の文字は E と D だけ穴が開いてる。どうやら顔を入れるみたいだ。世界の終わりの顔出しパネル一枚どうですと誰かの声が振り向けば知らない老人が一人古臭いポラロイドカメラを持って愛想笑いで近づいてくろう せっかくだからお願いしたけど一人で撮ったから D の方は空いてるなんだか間抜けで足りなくてどうにも閉まらない世界の終わり長いことここで突然の嵐激しく降る雨に突風が頬を打ち身動きできない土砂降りの中で重たい服のままで震えながらあれま願う歌を歌うよ歌は祈り祈りは希望かすかにつながるこのメロディ希望は夢夢は奇跡やがてそれは天に届くよおかえり太陽俺の濡れた頬乾かして熱くして浮かれさせておくれぬかるんだこの世界をまた照らしておくれ鉄道の立ち食いそばは伸びた麺と星の天ぷら急げ早く出発するぞラッシュアワーの銀河ステーション銀河鉄道に揺られながら一体僕はどこへ行くのかそや子供の時読んだ明け辛い図書の宮沢賢治カムパネルラにはほど遠く序盤にのように信じきれないザネリほど下品になれなくて同じところを行ったり来たり窓の外の軌道衛星眺めながら
いつの間にか年を取り